JR 東日本は来年3月に開業する高輪ゲートウェイシティで導入する次世代型の物流システムを発表しましたこの部分に水素をためた水素トラックが高輪ゲートウェイシティの街の配送を担います。荷物は街の外の物流拠点に一旦集約し 水素を燃料とするトラックでオフィスやテナントへまとめて配送しますこの仕組みにより街の中へ配送するトラックを1日あたり1000台減らし渋滞の解消とともに CO2 の削減を狙いますまた街の CO2 排出量実質ゼロを目指した取り組みとして地下に日本最大の2万トンの蓄熱層を備え 夜間に作る冷水、温水を日中の空調に利用するほか、ビルには飲食店で出る生ごみからガスを作る設備を設け、ホテルの急先進的な技術ですとかを導入して、ゼロカーボンでサステナブルなまちづくりを実現していくために、エネルギーマネジメントに取り組んでまいります。